2025年7月に日本とフィリピンの間に予言されている巨大地震ですが、勝手に南海トラフ沖大地震と名前を付けてしまいました。以前にこのマグニチュード9から10の大災害の予測の動画を出してから、特に英語版で反響をいただきました。今回はその続編というか、その後の世界がどうなっていくのかを掘り下げてみたいと思います。女性漫画家の辰木亮さんの予知夢によれば、正確な日付は日本時間で2025年7月5日午前5時のようですが、私たちのチャネリングではそこまでの正確な日付までは伝えられませんでした。それよりも地球の5次元上昇、すなわちアセンションに伴って私たちの意識も上昇していく、その一環として起こる一連の自然災害の一つとして告げられたので、それを予知することの重要性よりも、そうしたプロセスを理解して地球の意識ガイアとともに次元上昇を遂げることに専念するようということでした。ここで次元上昇といってもピンとこない方もいらっしゃると思うので、簡単に解説してみましょう。地球には今回の文明以外にも過去において何度も文明が現れては消えということを繰り返してきました。この文明の前はアトランティス、ムーで約1万2000年前、そのもっと前にはレムリア文明もありました。そのレムリアの波動を色濃く残すのがここハワイなのですが、それは余談としても、興味深いのはこの文明が続いて滅ぶまでのサイクルというのが1万2000年ごとなのです。この1万2000年というのは地球に起こる天変地異のサイクルでもあります。いろいろな場所の地層や氷床コアのサンプルを調べてみると、大規模な火山噴火とその後に訪れる氷河期が1万2000年ごとに繰り返されていることが分かり、さらに2万4000年ごとのサイクルではその規模が激化しています。つまり何らかの原因で地球に訪れるこの大災害によって文明が滅んできたというふうに考えられます。一方でガイアはその都度次元上昇を体験してきました。人類が積み重ねてきたネガティブな思いや行為といったエネルギーをリリースするときに、そういった天変地異が起きるのですが、これは地球の自己回復機能でもあるので仕方がありません。今回はこの2万4000年サイクルの大変動に差し掛かって、これからそれを経験しようという段階に入ってきています。人類が分断から団結、混沌から調和を選択すれば、このネガティブなエネルギーをこれ以上募らせないで天変地異を和らげることは可能だと思います。しかしこのままいけば、まだこの自然災害の猛威を経験していない大多数の人たちが実際に被災するまで何の対策も取られないことになってしまうでしょう。このまま何もしないで2025年7月を迎え、南海トラフ沖大地震が起きたらどうなるかという一つの例として、スーパー火山の一つである鹿児島県のアイラカルデラの噴火の可能性を見てみましょう。実は昨年桜島に実際に行く機会があったんですが、アイラカルデラってどこにあるのか最初わからなかったんです。よく調べてみると、鹿児島湾のほぼ全域が大きなカルデラだったんです。桜島はそのほんの一部が残っているだけなので、その大きさがスーパー火山級であることがわかります。ここでアイラカルデラについての動画を見てみましょう。アイラカルデラ、Once, there was a large volcano in the southern part of Kyushu Island, which during its eruption about 22,000 years ago, collapsed under its own weight into an empty magma reservoir. The eruption was accompanied by large pyroclastic flows and discharges of volcanic materials, the total volume of which was about 400 cubic kilometers. In place of the collapsed volcano, the giant Aira caldera, 17 by 23 kilometers in size, was formed.Nowadays, it is one of the largest calderas on Earth and covers most of the Kagoshima Prefecture and Jana. About 13,000 years ago, formation of the Sakurajima volcano began along the southern border, inside the Kagoshima Bay. First, it built an island called Osumi, and in 1914 it formed an isthmus that connected the island with the main part of Kyushu. The magmatic center of Aira is located at a depth of just about 10 kilometers.The caldera is still active and capable of causing major eruptions again. There are all the prerequisites for that. In particular, in recent years, soil uplift has been recorded in the northern part of the caldera. Currently, more than 900,000 people live in the caldera Aira area. 桜島にあった説明には、最後にこのスーパー火山が噴火したのは2万6000年前と書いてありました。
年代に多少のズレがありますが、これは2万4000年のサイクルで起きたものと考えられます。その後、火山灰が地球の表面を覆い尽くして氷河期になったことが地層や氷床のサンプルから推測されています。今回2万4000年サイクルに入っていますから、南海トラフ沖大地震が発生した時にアイラカルデラ、阿蘇、機械カルデラのどれかの噴火が誘発される可能性は十分考えられます。ただこれは私の個人的な勘ですが、2025年7月のこの地震の直後に噴火が起きることはないのではないかという気がします。しかし、たとえ噴火が起こらなかったとしても、巨大地震による影響は日本、台湾、フィリピンだけでなく、経済的ダメージの波及という形で世界の金融、経済の大混乱を招き、インフレ、食糧難、物理的移動の制限など、ありとあらゆる形で全人類に影響を及ぼすでしょう。もともと貧困の国で生活している人はあまり変化を感じないかもしれませんが、今まで快適で豊かな生活を享受していた人たちは相当な覚悟が必要になると思われます。その時、被災した国の人たちに対して世界がどういう反応を示すのか問われることになります。物資を支援したり、避難民を受け入れたりと親身になって助け合うのか、それとも自国の利益を優先し続ける姿勢を崩さず協調を拒むのか、本当はそうなる前に世界が地球人として一致団結し、この気候変動の危機に協調して取り組むことが望ましいのですが、残念ながらそうした声を上げているのは今のところほんの一部の人だけのようです。一方、今年2024年の終わりから2万4000年サイクルの未知のエネルギーが強くなって、マグマの活動がさらに活発になります。そうすると、気候変動による自然災害も世界各地でどんどん激化し、自然災害が人類にもたらす損害は計り知れないものになります。もう時間がありません。世界が一つになってこの気候の問題に取り組むべき時です。一人一人のエネルギーを合わせれば、今は不可能に見えても可能になるのです。気候変動が激化することを皆さんに伝えて、来たる大災害に備えるとともに、地球人類として協力し合って解決策を話し合いましょう。今日はハワイ、ラニカイの海を背景にお送りしました。Nowadays, our civilization is living at the end of the 12,000 year cycle when dramatic changes are going on. Japan is one of the countries that is at the epicenter of climatic events. At the same time, it is one of the most densely populated regions in the world. In 2020, we reached the second stage of development of climate disasters, when cataclysms are synchronized. Among recent events, we can see that furthermore, often natural phenomena happen simultaneously. Whole lists of hurricanes, hailstorms, fires, massive floods, high and low temperature records are recorded around the world. Earthquakes of enormous power are now not limited to foreshocks and aftershocks, and they cover vast territories. Are there still skeptics who do not believe that the world is rapidly changing? Should we really wait for natural disasters to force us to stop seeing people outside our circle as strangers and aliens? Or are we able to take a step inside ourselves and lend a helping hand to any person in trouble? After all, climate tension is now observed not only in Japan, but all around the world. In the current format of consumer society, it's impossible to relocate people from a whole country due to economic, political, and other reasons. In fact, human life is far from being a priority nowadays. Yet, already now, people across the world are uniting, regardless of their nationality and race, in order to build a creative society where the value of human life is paramount. Human life indeed has the highest value and must be protected as one's own. The purpose of the creative society is to ensure and guarantee the value of every person's life. If one person is valuable, it means all people are valuable. Only in such a society will the entire humanity be able to survive climate disasters and build a real world where there will be harmony and prosperity for all people. We have a common home, planet Earth, and we have nothing to divide us. We, people ourselves, can build a different world worthy of humanity. In the creative society, high technology
will be available, which will make it possible for us to not only survive, but also to reach the level of a highly developed civilization.